にちは、角助です。やっていきます、風物語で。前回からこのシューティングをタラタラでいいぞやっているんですけども、今回ね、5分までに終わらなかったら諦めます。これメインのゲームじゃないしね。あ、でもそれだったら短すぎるかもな。その場合は編集でくっつければいいか。なっているか、ひょっとして。さらにあれ手っぽかったから体が出てきて終わりなんじゃないかな。いやーちょっと、いやーこれ、いやーこれ、もうちょっとね巻きでお願いします。映像、うん、いいとこ取り映像をください。
食らうとは。あっ、よいしょよいしょ、オッケー。たたたい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 、できるんだろうって思ったけど、後でできるじゃんこのゲーム、ショーの間のあれでできるじゃないか。いや難しいな。さあさあ、はい、いろいろ知ることができましたね。うん、あとは戻るだけか。ふぅ、ドッキングベイへ順路を開きます。順路接続完了、どうぞお通りください。いろいろ手に入れましたよ、シルビーさん。ちょうどよかった、さっきシャトルの修理が終わったところだ。フォースシールドシステムでアスラの衝撃には迎撃には十分耐えられる。オートパイロットシステムで勝手にアスラまで飛んでいってくれる。もちろん大気圏突入もフォローしている。すごいなシルビーさん、何も文句はあるまい。うん、よし出発するぞ。シルビーさんすごい、やったね、ありがとうございました。いろいろ知ることできたし、いろいろアイテムも手に入ったし。オートパイロットシステム確認、オートパイロットシステム確認、異常なし、確認よし。発射10秒前、8、7、6、5、4、3、2、1、メンバーには点火。ん？あれ？前にもこんなことありましたよね。出力系のトラブルだな。ちょっとバーニアを見てくる、待っててくれ。大丈夫かな、大丈夫かな。シルビーさん、何のせいろ。ううん、なんでもない。ん、なんかあったっけこういうこと。変なやつだな、待ってろすぐに戻る。え、前にもこんなことがあった。これでは発信しないわけだ。聞こえるか？嫌な予感がする。原因が分かった、2、3分待ってくれ。了解です。あシルビー、ああびっくりした。聞こえるか、大丈夫だ。何、これから戻る。よかった、了解です。早く戻ってきてください。ちょっと待て、今の爆発で。どうしたセイラ。え、シルビー！シルビーさん！あとは任せたぞ、フォボス。嘘。せっかく仲良くなれたのに。
ントだもんね。そうよね。ボス運転できないし。いよいよ物語も終わりに近づいてきました。台本の9割が終わった。でも、うん、チェーンウォッチって古代文明人が作ったんですね。私出演してても知らなかった。豊ぐ、いやいや、セイラ、台本読んでない証拠。え確かに。そんなことないです。ちゃんと読んでますよ、鳥の前日には。それにこないだなんて当日私だったじゃないですか。先に読まないから書かない、書かないから読まない。まさに悪循環。ね、次回予告です。アスダにたどり着いた私たちはランディさんと協力してアスダを破壊しようとします。しかしそこで待っているラディスは。次回第28話、邪神の黄昏。風よ、命よ。また訛ったんでねえか。邪神の黄昏だ。大丈夫かな、もうやられてたりするかな。ファミゲーム、これまずアタッカー。もうあと1個ミニゲームありそうな空きがあったね。前回ね、ちょっとそれに熱中しすぎたせいで今回が非常に短くなってしまいましたが、まあ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 、まあ、今回これで終わります。それではご視聴いただきありがとうございました。